国立小坂からは、佐山哲郎の原作、高橋千鶴の作画による日本の漫画、および、それを原作としたスタジオジブリ制作のアニメ映画。タイトルの国立は、フランス語で日投げしを意味する。原作者の佐山哲郎はもともと歌人であり、よさの秋子の短歌、アーサ月フランスののは、火の色好きみも日投げ師我も日投げしから取ったとされる。また、 本作の街並みなどの情景は横浜をイメージして描かれている。漫画版は仲良しにて1980年1月号から同年8月号まで全8話が連載された。単行本は同社より全2巻が刊行された。2010年に角川書店より新装版。2011年に同社より文庫版が発売された。2011年 スタジオジブリ制作のアニメ映画版が公開された。同スタジオでは、宮崎駿以外の監督経験者は、基本的に原作のある作品を題材に映画化しているが、原作のある作品において、主人公や重要人物の使命に著しい変更が行われたのは当作のみである。10年前に乗った船が遭難し、行方不明となった船乗りの父と仕事のために、 アメリカに渡ったカメラマンの母を持つ小松崎会は留守中小松崎家を懸命に切り盛りしていた。その頃、海たちが通う江南学園では新聞部部長の風間俊と生徒会長の水沼四郎が起こす騒動によって生徒と教師が翻弄されていた。突如として新聞部によって発表されるミスター・ミス江南・コー物理法則をめぐる風間と水沼の賭け。 制服廃止運動をめぐる風間と水沼の対立。こうした一連の騒動を海は冷ややかに見つめていたが、制服廃止運動の敗北の責任を風間が一心に負わされるのを見て、いつしか海は風間を擁護する声を上げるようになる。風間もまたひたむきな海に惹かれ、二人は交際を始める。しかし、ある日、水沼は風間に海と交際しないよう忠告する。 水沼が海の母、小松崎二次公の仕事を手伝った際、偶然、海と風間の父親が同一人物であり、二人が異母兄弟であることを知ってしまったのである。水沼からそのことを聞かされた風間は海を傷つけないよう、父親のことを隠して海に別れを告げるが、それでも海のショックは大きく、やけになって不良の広瀬誠と交際を始める。 広瀬の本性を知る風間は海を放っておけず、広瀬の毒牙にかかりそうになっている海を助けるが、父親のことは話せなかった。広瀬の魔の手から助けられた帰り道、海は偶然、祖父の小松崎島太郎から、海と風間の父親が同一人物だと聞かされ、翌日、風間に、ことの真偽を確かめる。その際の海と風間のやりとりが、 広瀬の女友達に聞かれてしまったことで、海と風間が異母兄弟であるという噂が学校内で広まってしまい、海は精神的に追い詰められる。海は辛い現実から逃避するかのように旅自宅を始め、娘の様子を見かねた二次校は、ことの真相を海に話し始めた。小松崎や江南学園その他2011年7月16日より、 全国東方系にて公開された。ゲド戦記に続く宮崎五郎監督作品の第二作である。キャッチコピーは上を向いて歩こう。2011年8月9日に NHK 総合で映画制作裏側を取り扱ったドキュメンタリー二人国立小坂父と子の三百日戦争宮崎駿を宮,宮崎五郎が放送された。山手町1963年。 初夏の横浜。女子高生の松崎会は、海の見える丘に立つ小栗子層を切り盛りしている。海は、朝鮮戦争で嫌いに触れて亡くなった船乗りの父を忍んで、毎朝庭に旗を上げていたが、高校の学級新聞に旗を上げる少女の詩が匿名で掲載されると、それが自分のことではないかと胸をときめかせる。海の高校には、男子文下部の物質胸、 カルチェラタンがあり、老朽化による取り壊しの是非が論争になっていた。海は取り壊し反対の論人を学級新聞で貼っている、風間旬と知り合い、二人は淡い恋心を抱くようになる。旬に協力したいと思った海がカルチェラタンの大掃除を提案すると、高校では女子生徒たちをも巻き込んだ一大掃除作戦が始まる。ところが、 国立層に下宿していた北斗の送迎パーティで、亡くなった父が友人二人と撮った写真を春に見せてからというもの、春は急によそよそしくなってしまう。海が問いただすと、海の父は春の父と同一人物であり、戸籍を調べたところ、自分たちが兄弟であることが分かったのだという。春も、また、自分の父のものだという、同じ写真を持っていたのである。今まで通り、 ただの友達でいようと告げられた海は深く落ち込んでしまう。やがてカルチェラタンの大掃除が進むと取り壊しに賛成していた生徒たちまでもが保存を望むようになる。しかし学校側はそれを意に介することなく取り壊しを決定する。生徒会長の水沼とともに海と春は生徒の代表として東京に赴き学校の理事長に直談判して綺麗になった。 カルチェラタンを見学してもらう約束を取り付ける。その帰り道に、例の詩の作者が旬であったことを、海は知る。海は気づいていなかったが、旬は、毎朝国立層の前を、洋父のタグボート船で通っており、海の旗に応答する旗を船にあげていたのだ。たとえ兄弟でも、旬のことがずっと好きだと海が告白すると、旬も海が好きだと答える。海が帰宅すると、 アメリカから帰国したばかりの母が待っていた。母によれば、シュンは、海の兄ではなく、引き上げ船の事故で亡くなった友人の立花から、父が引き取ってきた子だという。立花の妻はシュを産んで救世しており、親戚もみなピカドンで亡くなっていたために、身寄りの亡くなったシュを、父は、自分の子として役所に届け出た。しかし、当時海を見ごもったばかりの両親にも、 春を育てる余裕はなく、父の知り合いである春の養親に譲り渡していたのだ。それを聞かされた海は母の胸で泣き続ける。翌日、約束通りにカルチェラタンを訪問した理事長は生徒たちに共感してカルチェラタンの保存を約束する。喜びに湧く学校に春の養父から春の追い立ちを知っているという人物が近くに来ているという連絡が入り、 海と春は港の大型船に駆けつける。大型船の船長を務めるその人物とは海の父と春の父のかつての親友で写真に写っていた三人目の人物、小野寺義雄だった。小野寺から詳細を聞かされた二人は笑顔で肩を並べる。そして翌朝、海は今日もいつものように旗を上げる。今度は父親だけでなく、 春を船の上から見ていることを願いながら、勇気 W 機挿入歌制作発表から何十年も前に、宮崎駿の山小屋に、名やおいが遊びに来ていて、少女漫画雑誌が置いてあり、その中に載っていた漫画を気に入った春は、遊びに来ていた友人の押井守、安野秀明と漫画を読んで映画になるか激論したり、長年映画化を検討したりしていた。そして前作、 カ暮グラシのアリエッティ制作中に正式に映画化されることが決定した。スタジオジブリ経営5カ年計画における若手の登用を目的としたカ暮グラシのアリエッティに次ぐ第2作であり、本作の監督は春の長男宮崎五郎が起用された。宮崎駿、高畑勲以外の人物がスタジオジブリの映画として2作目の監督作品を制作するのは本作が 初めてとなった。けど戦期でゴローが監督に起用されたことに反対していた春は映画監督は2本目が大事で本当の評価が出る。1本目はビギナーズラックもあるんだ。ダメだったら解任の可能性もあるけどやらせようと発言している。担当声優は過去にもジブリ作品で声を当てたものが多く起用されている。原作からの主な変更点主要登場人物の 設定や主題は原作を踏襲しているが、プロットや物語の提示方法など演出は大幅に改編され、独自の作品となっている。日本全国457スクリーンで公開され、2011年7月16から18日の初日3日間で、公衆約5億8700万円、動員約45万人になり、映画観客動員ランキングで初登場第3位。 最終講習は2011年度興行収入法が第1位の44.6億円を記録した。フランスでは2012年1月11日に公開。初日で約1400人の動員を集め、同日公開作品の2位となるスタートになった。2013年1月11日、日本テレビ、金曜ロードショーにて、テレビ初放送。 視聴率は13.0%を記録。2012年6月20日に発売されたブルーレイ、ジブリがいっぱい、コレクション国立小坂から横浜特別版は、初週2.1万枚を売り上げ、2012年7月2日付、オリコン週間 BD ランキング総合首位を獲得している。ジブリ映画のブルーレイとしては、仮暮らしのアリエティに次ぐ、歴代2位の記録となる。 また同時発売となった DVD も、DVD 通常版も2.8万枚で、総合2位、DVD 横浜特別版が2.3万枚で、総合3位となり、いずれも上位3位以内を記録した。1980年9月5日、ISBN 978から4から06から108,363から、9980年12月5日、 ISBN 978から4から06から108,369から1ありがとうございます。